はい、こんにちは、ヤフケです。ウォルスの方に行けるようになりましたね。ちょっと皆さん、こっちの、今ここにいるんですけど、目的地はここかな？ここがウォルスですね。はい。なんですけど、今、ヒルに乗ってるけど、実はここ移動できるんだよね。ここ、なんだっけ、運河ね、トルナ運河ですね。なんだっけ、ザリガニがいたところね。そして倒して、こう死にましたけど、この上、上空抜けられるんだよね。で、ここは、タイクーンなんですけど、レナの故郷ね。ここに戻れるんだよね。はい。というわけで、ここはちょっと寄り道から始めようかなと思います。まあ、回収作業的なもんですね、今回は。話進めるかな。はい、タイクーン来ました。よくぞご無事で、大臣がお待ちしてます。いる？あ、いるね。よかった。イベント起きますね。レナーさんの、心配かけてごめんなさい。とにかく、後ろにお戻りください。魔物との戦いで、兵士もほとんど残っておりません。姫がいなくては、最近も守られません。行かなくてはならない。それではこの国はどうなります？この国だけではないの、世界全てに関わることが起きようとしている。それにお父さんは生きています。わかりました。この国は必ず我々でも守ります。必ずお父様を連れて戻ります。それまでみんなで頑張ってください。とりあえず今夜はこの城に。まあ自分の国をなんていうかほったらかして外出ちゃおうってんだから、結構なんていうか無謀っていうか、そういうお姫様ではあるよね。姉さんって、姉さんでしょ。何言ってんだ俺が。そんなわけないだろ。でも海賊の俺が本当お姫様かい。冗談きついよ。でも、あなたのペンダントは。まあ、そんなイベントがあったっていうことだね。ふにゃとか言って。やってんだろうね。寝ぼけてたんだね。そういうことでもあるよね。寝ぼけることはありますわな。はい。で、まあ、ここにアイテム結構あるんだよね。まあ、ちょっと浮いちゃった。手が滑った。アイテムがここにもあったと思うけど、ハイポーションね。この人かな？イベント起きた気がするんだけどね。あ、違うか。あれ？他にイベントあったもんだけどね。で、まあ欲しいものは、なんだ、ここアイテムたくさんあるんですけど、監修大変だから、まあ動画時間的にね、もうカットするかもしれないですね。まあ、とりあえず重要なものだけ取っておきます。手裏剣、僕は消費アイテムだけど、アシュラー。これ剣ですね。レナ様、タイクーンに昔より伝わる杖です。聞いて役に立ちます。ありがとう。はい。
なんか踏んづけないんだけど。曲を取っときます。ギアマンの鐘。いや、違う違う、俺が欲しいのこれじゃない。杖。あ、もうもらったんかな、もしかして。アイテム見てみようか。これね。はい。叩いた相手を回復してる杖。アイテムがあちこちにあるんだけど、ここのダンジョンは。ダンジョンじゃなかった、この城は。まあ、回収面倒だから、ちょっと目星とこだけ行こうか。こっちになんか、隠し通路みたいなのがあって。ここアイテムたくさんあるんですよね。コテージと、コテージ二つだけかな。他にもなんかアイテムあったと思うけど、とりあえずいいか。よし。じゃあ、ウォルスの方に行ってみようか。はい、ここウォルスですね。で、まあ、イベントはどうするかな。ここウォルスの街。あとです、泊まるか。泊まんなくてもいいけど。で、実はね、次のボスがすごく強いんだよね。倒せるかどうかわからないんですよね。で、ただそのボス、後回しでもできるんで、まあ、とりあえず挑んでみて、決めるか。まあ、とりあえず準備はしよう。とりあえず、いや、考えうる限りの、戦術を準備しておこう。まあ、とりあえず、この街にあるアイテム、回収して、ちょっと。あ、いい、こっちよかった。これね、銀縁メガネ。これは、暗闇を防止できるアイテムですね。とりあえず、今必要なものではないんですけど、これ後で必要になるんで、取っとくに越したことはない。あとは魔法ね。まあ、魔法買っておこう。スロー、リジェネ、ミュート、フェイスト、チョコボ、シルフ、レモラ。チョコボ、シルフ、レモラとか。これ普段のプレイだよ、これ。買わないんだけどね。絶対使わないからね。もう絶対使わないから取らないんだけど。まあ、このプレイでは取らないと文句言われそうだし。実況プレイだとそういうことがあるよね。木綿のローブ買っておこうかな。あ、いらなかったかな。どっかでシルクのローブ手に入ったと思うけど。はい、か。これも一応買っとこうか。鎧はとりあえずいいか。で、武器はどうするかな。なんか必要なものあったっけ。あ、いらないな。はいはい。じゃあちょっと、今回はね、お城に行ってイベントを進める前に、ちょっとやっておきたいことある。ここウォルスの城ね。まあ、ここでイベント進められるんだけど、その前に、まあ、ちょっとやっておこう。残った時間で、まあ、カット気味にやると思いますけど、あ、ここウォルスの塔っていうところなんですけど、ここ、ウォルスの城の後にここに来ることになるんですけど、でも早めに行って、で、ここ敵と戦えるんですけどね。まあ、ここでいろいろと回収作業やっていこうかなと思います。はい、このアイスソルジャーって敵なんですけど、こいつから装備品盗めるんで、ちょっと盗んでおこう。で、まあ、一応安全確保するために、こいつ盲目にしてます。はい、ミスリーソード手に入れた。これは現時点では、店に売ってないんですけど、もうちょっと先に進まないと入手できないですね。ロングソードから、ミスリーソード、これ威力上がるんじゃないかな。じゃあちょっとゴブリンパンチの威力もこれ装備変えると上がるんで試してみよう。3桁出るようになったぞ、ゴブリンパンチで。これでまあ一つ回収したな。じゃあこのカエルからちょっと覚えるか。
こいつはあのカエルの歌という、アームウォーフを持ってるんですけど、じゃあちょっと覚えるかな。ちょっとフラッシュ使っておこう。あ、やってきたやってきた。じゃあカエルになっちゃうんだけど、あ、まじゃあチェンジしちゃったの。何やってんだ。やばい、ダメージ増えたぞ。チェンジ。まあカエル自体はこれすぐ治るんで、アイテム使えばね。どこ行っちゃったっけ。あ、だから乙女の木っすね。よし、これ覚えられた。まあ、あとこいつを倒せば。まあ、こいつが、霊気弱い。はい、カエルの歌ランニング。はい、この後ろの敵ね、こいつリカルド・メイジっていう敵なんですけど、まあ、こいつが欲しいのはドロップするんだよね。はい、だから、まあ、それを入手するまで頑張ろう。あ、来た来た。これこれ、炎のロート、これが欲しかったんですね。はい、あと、炎のロートね、もうこれ、まあ、消費アイテムとして、使おうかなと思ってるんですけど、というわけで、あともう一本欲しいな。うん。今、できれば3本欲しいね。と思ってるんだけど、まあ、大変だから2本で我慢するって形になるかと思いますけど。はい。じゃあ今回はここで切ります。次回までに炎のロートもう一本集めておいて、じゃあ次回、まあ、そのボスに挑むっていう形になるかなと思うんですけど、どうなるかな、心配です。というわけで、ご視聴ありがとうございました。